バーベキュー楽しみやな。初心者の方でも大丈夫ですよ。おーちゃん、お肉食べたいじゃん。皆さんこんにちは、チョコマロです。おーちゃんだじゃん。コニヤマと申します。チョコマロさん、今回はどちらに来られてるんですか？今僕たちは東京に来てるで。東京にキラナガーデン豊洲っちゅうとこがあってな、そこでワンちゃんと一緒にバーベキューができんねんで。チョコマロさんの大好きなお肉じゃないですか。ほら、左手にレインボーブリッジが見えてきたで。この橋渡れば言うてる間に今日の目的地に着くで。はい、キラナガーデン豊洲さんの駐車場に到着したで。駐車料金はこちら。駐車場から目の前がキラナガーデンの入り口なんで、とても便利ですね。こちらがキラナガーデン豊洲さんやで。それでは中に入っていくで。行くじゃーん。チョコマロさん、オレオさん、お願いします。まずは正面に見える受付に行こうか。レセプションに到着しました。レセプション？なんやそれ。受付です。英語で書かれても僕わからへんわ。夕方5時から予約してました、チョコマロです。お邪魔します。ワンちゃんも受付の中に入れるで。こちらは人間のお客様1人につき好きな野菜を2つ取れますよ。どれにしようかな、迷うな。本日はお世話になります。おーちゃんも、おーちゃんも。あらあら、お野菜選べたし、今からバーベキュー会場に向かうで。バーベキュー楽しみやな。楽しみなのはいいですが、チョコマロさん、お利口さんにしといてくださいね。僕はいつでもお利口さんやがな。チョコマロさんはお肉を見た途端豹変するんで。ガオガオってか。最初にこちらの営業時間を紹介しますね。営業時間は2部制で11時からと17時からですよ。今回私たちは17時スタートを選びました。バーベキューできるところも屋外と屋内選べるんやろ。こちらも紹介しますね。まずは屋外エリア、プールです。そしてもう一つ屋外エリア、パレットです。こちらは屋内エリア、キャビンです。今回私たちはこちらを予約しました。コニヤマくん、紹介ご苦労さん。僕たちのお部屋はどこや？兄ちゃん、正面の景色が綺麗だじゃん。どれどれ。これが大都会東京の景色ですよ。たくさんの方々が東京で頑張っておられます。頑張ってたじゃん。頑張ってくれたまえ、労働者諸君。偉そうに言ったら怒られますよ。堪忍堪忍。こちらが予約したお部屋です。なかなかええんちゃう？おしゃれやないの。失礼します。よし、バーベキュー開始。バーベキューの食材はこちらに入ってますよ。肉は？肉はどんなんが入ってる？そう、慌てないでください、チョコマロさん。今紹介しますから。早く紹介しろよ、俺待ってんだからよ。悪いオレオさんが出ましたね。これはスイーツですね。おーちゃん、スイーツ好き。オレオの機嫌良くなりました。パンです。イカ、エビ、ホタテ。チョコマロさん、お肉ですよ。やったで。焼きおにぎり、ソーセージ、チキンレッグです。あとは調味料ですね。チョコマロさん、念のために学べるとしましょう。おしゃれな東京でこんなダサいもんつけたくないわ。都会のワンちゃん、こんなんつけへんて。お肉食べたくないんですか？つけましょう。おーちゃんもつける。オレオさんは誰かと違って本当にお利口さんです。誰かって誰やねん。
ではこちらで焼いていきましょう。やけどには十分注意してくださいね。パパ頑張ってたじゃん。では材料を切ったり、塩コショウで下味をつけていきましょう。バーベキュー初心者でも大丈夫な？ほら、受付でこういう冊子をいただいたでしょ。この冊子の中に調理方法などが書かれているので、初心者の方でも大丈夫ですよ。やるやん、キラナガーデン。僕にそこまで言わせるとは大したもんやで。おうちゃん、お肉が焼けるまでお利口さんに待ってるじゃ。間もなく焼き上がります。焼けました。そっちのテーブルで食べんの？どうや、早く食べてみて。それにしてもええ匂いしまんがな。ほいほいほい、僕も食べたいんやけど。なんやそれ、何がグッズやねん。僕のこと無視して。ほんまええ加減にせなしばくで。お前、俺の断りにもなく何一人で肉食ってんだよバカ野郎。せやせや、オレオさんの言う通り。オレオさんもっと言うてやってください。おうちゃん、お肉食べたいじゃん。なんやねんこいつ、下手に出た僕はアホやった。チョコマロさん、オレオさん、安心してください。こちらにはワンチャンメニューがあるんですよ。オニヤマくん、ワンチャンメニュー頼んでたじゃ。わかりました。こちらがワンちゃんのメニュー表になります。チョコマロさん、どれにします？とりあえず肉な。肉メニューがたくさんあるので悩みますね。牛すじ肉とミンチのパワーご飯か鹿肉、どっちがいい？やっぱ男はパワーやな。ほなパワーご飯2つ。お兄さんすんません、注文よろしいですか？僕とオレオにパワーご飯2つ。パワーご飯来ましたよ。これこれこれやねん。うまうま。チョコマロ、食べ終わったらドッグラン行こうか。ドッグランもあんやで。やったで。ただいまドッグランに向かってます。到着。ちょっと暗いのが残念やな。昼間のドッグランはこんな感じです。ドッグランを楽しみたい方は昼の部に来ることをおすすめします。なんやねん、暗くて何も見えへんわ。チョコマロさん、それではレインボーブリッジでも見に行きませんか？レインボーブリッジ見に行くで。レインボーブリッジ見えたで。綺麗だじょ。お部屋に戻ってきたじょ。ここで分かったことは、日没までにドッグランに行けばいいということですね。この屋内のお部屋は真夏や真冬でも冷暖房完備なので、快適にバーベキューが楽しめますね。夜景を見ながらバーベキュー最高やな。ああ、一つ言い忘れたことがありました。なんやねん、鬼山くん。この動画締めに入ろう思ってんのに。実はワンちゃんをそのままソファーに座らせたらダメなんですよ。おい、もっと早く言えよ。ほんまほんま、それはオレオに怒られるわ。私としたことは大変申し訳ございません。まあ誰でもミスはあるわ。おーちゃんたちマナーベルトしてるじゃん。そうなんですが、ルール上はソファーに敷物を引いてワンちゃんを座らせなければならないのです。カンニンカンニン。ほな帰ろか。お肉も食べれてよかったな。快適にバーベキューができたな。この動画の概要欄にキラナ
東京でバーベキューができてドッグランもあって楽しかったじゃん。こうちゃんおすすめ。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録よろしくやで。